今日から君は富士山だ。はい、よし、明けましておめでとうございます。まあもう2週間以上過ぎましたけど、17日ですね。明けましても明けましてみたいな感じですが、はい、YouTube 今年も、まあ、去年の宣言通りね、はい、やっていこうと思います。で、今回動画を撮った、内容ですね。内容、はい、まあ、ついに今年からなんとイベントをね、復活させていただくことになりました。で、1月、お、1月、早速で、もう1月は22日、1月22日、今週一体何があるのか気になりませんか？聞かせておくれよ。ですね、Facebook だったりとか Twitter だったりとか、まあ、SNS で告知はさせてもらったんですけども、1月22日土曜日ですね、ワコーズさんをお招きし洗車講習会をやりたいと思います。ワコーズ、ワコーズです。あのワコーズです。あのワコーズ、ケミカルでおなじみ、ケミカルといえばワコーズ。バイクの洗車ですね、うん、あまりやっぱね、なんか仰々しい感じがしてちょっと手出しにくいみたいなところはあるんですけど、はい、その講習会にですね、ぜひとも参加していただいて、意外とできるじゃんみたいな感じでね、うん、できることをちょっと増やせるお手伝いをね、我々ができたらいいなということで、まあプロのね、そうですね、洗車のプロか、もうその道のプロがね、もうレクチャーしてくれるんで、なんかちょっとした小技なんかを見せてくれるかもしれません、うん、ね、ちょちょのちょいでやっちゃうかね、そう、さっとやって、ほらこんな綺麗っていう風になります。で、詳細なんですけども、まあ、このご時世ですね、なんかオミクロン何がしかが増えているそうで、定員は5名までです。で、先着1名の方にですね、なんかあるんですか、プレゼント？プレゼント、まあ、ある意味プレゼントかもしれない。お、まあ、書いてるからも言いますけど、先着1名でワコーズの方がですね、洗車、まあ、綺麗に、ね、してくれますよっていう、サービスを、行いますので、ちょっとバイク綺麗にしてえなという方、ここタイミングですよ、ぜひともやっていただければと思います。です、はい、問い合わせはメールだったりとかですね、まあ、電話、あと店頭でもご案内してますので、ぜひぜひ興味ある方は応募してみてください。ここまでっていう出るのテロップわからん。まあ、ね、編集ね、シーガーさんやってくれるのできっと出してくれるでしょう、ね、ちょちょいのちょいですよね、ちょちょいのちょい、はい、はい、というわけで、そんなこんなで1月、1月のイベントはそんな感じです。で、まだ具体的な日に、あとプラスでですね、日にちはあれなんですけど、ビギナーライドも開催予定です。ロードバイク購入して間もない、運転とかちょっと人と走るのとかちょっと慣れないなとかっていう方向けにですね、当店のスタッフがアテンドをして、ちょっとサイクリング行きましょうというような感じでイベントを開催する予定ですので、またそれは日を追って、まあ、何らかの形でご紹介できればと、はい、そうですね、ブログだったりとか SNS 等でご紹介できればなと思いますので、ぜひとも必見です。ぜひぜひ、ね、アテンドしてもろて、はい、はい、ということで1月とかそのあたりのイベントはこんな感じ。でですね、まだ3ヶ月後の話なんですが、お次のイベント、さあ4月に開催されるあのでかいイベントとは？でかいイベント、もうでかいよ、でかい、開催されるとこもでかい、ビッグビッグビッグでビッグ、とんでもないビッゲストです。ビッゲスト最上級行くぐらいなんで、最上級、日本一高い山といえば、スコアさんちょっと外しとんだよな、うん、逆です、こっちです、こっちです、日本のね、真ん中あたり、日本アルプス、飛騨とか、惜しい、もうちょい南、もうちょい、もうちょい
こう来ていただければ、ほら、富士山はい、ということで富士山で行われる、まあ、4月あたりに富士山で行われる、あ、違う、富士山のふもとですね、はい、ふもと、富士スピードウェイで開催されるあのイベントといえばもうお分かりですよね。そうですね、富士東京オリンピック、いや違うって終わったんよ東京オリンピックは去年終わりましたからね、2021年開催でした。はい、まああの富士チャレンジ200がですね開催されるんですが、スペシャライズド厚木含め SBC 各店ですね、参戦決定ということでやったぜ。というわけで今年も一緒に走りませんかということで、参加者募集のお知らせでございます。まあ、去年も私はいなかったのであまり知らなかったんですけど、はい、去年も参戦していたようで、去年参戦して動画も、はい、動画もあの YouTube に上がっています。で、まあいろんなカテゴリーはあるのでソロで走るもよし、チームで走るもよし、手助けしながら、助け合いながら、助け合い、友情、友情、努力、勝利、ジャンプジャンプですね。まあ、あのいろんなカテゴリーがございますので、いろんな、ね、方向から参加して いけばいいかなと思います。ちなみに日時は4月17日なんですけど、応募は3月20日までですね。あのエントリーがあるので、あのそれまでにですね、まあ、SBC として応募する形ですかねになるので、ご連絡いただければと思います。まあ、あのブログだったり SNS でもすでに告知はさせていただいておりますので、まあ、詳細だったりとかお問い合わせですねっていうのはまたこちらまでやっといてください。私も参戦する形になるんですが、はい、ね、レースとか出たことないんだけどどうしたらいいかな、不安だな。うん、任せてだそうです。あのかなりの自信に気なあのシーガーさんなんで、私もあのアテンドすることにはなるんですけど、それは江ノ電2期でちょっと違う2期になっちゃいました。アテンドすることになりますので、あの不安な方とかもね、なんかさっきも言ったような気がしますけど、お気軽に参加していただければと思います。そんなガチガチのレースじゃないんで、まあ、あのホビーレースとして、まあ、結構有名なレースとして、あの富士チャレございますので、まあ、みんなで楽しみながらね、まあ、バーベキュー感覚おと、なんか毎年行ってる気がしてるかもしれない。ちょっとしたお祭り的な、ちょ祭りだね、祭りフェスティバル、うん、じゃあそれで、はい、お祭り的な感じなので、あのそんな気負いせずにね、あの参加していただければなと思います。結構楽しいと思うので、うん、私が参戦したことないから、でもなんかあの写真だったり動画の様子を見る限りはすごい楽しそうだなっていう感じでおりますのでぜひぜひ皆さん参加してみてください。私はどの自転車で行けばいいかな、何かしらで、ママチャリはちょっと参加ダメなんで、ああそうか、ママチャリグランプリだっていうのがあればいけるんですけど、じゃママチャリがダメなので、はい、用意できたらいいな。カミングスーン。カミングスーン。まああれみたいな。まあ多分ね、富士山になったら間に合うと思うから、そこの現場で大々的に、ああついにお披露目。買ったのはこれだったーんって。あ、セブンイコンですね。バレないように、もう、うん、あれで通うしかない。そう、あれで通ってあれ意外とスピードが出ないくる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 って足が回っちゃうんで大変なんですよ、あれ飛ぶの、はい、まあ4月まで、4月5月だから知らないけど、そのあたりまで私は辛抱します。あわよくば見せれたらね、うん、いいかな。そんなコーナーです。まあイベントがあの順次いろいろと開催していって、あの定期的なそのライドイベントなんかもあのやっていきます。で不定期で
今考えてるっていうのが、こう車種を限定した感じとか、例えばエイトス限定ライドみたいな感じで、ちょっとエイトスに合いそうな場所に行くとかですね、タワーマックでもいいし、スペシャライズド限定、せっかくねスペシャライズが厚木という名前なので、スペシャー限定のライドやったりだとかをですね、できたらいいなというところで、いろいろと画策しております。またイベントの詳細が分かり次第 YouTube で、そうですね、YouTube でも何でもかんでも上げられるやつはとにかく上げていくということで、ぜひぜひ皆さん振っていろんなイベント参加していきましょう。てなわけで、はい、じゃあ今日の動画これにておさらばでよろしいか。はい、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。今日から君は富士山だー。はい、よし。